どうも村田です。今日は技をかけた時に着地見えないんだけど怖いんだけどっていう時にどういう風にやっていったら着地が見えるようになっていくのか、怖くなっていくのかっていう話をしていきたいなと思います。結論から言うと、反復練習をして技の感覚に慣れるしかないので、ひたすら練習するしかないんですけど、ここで環境づくりがめちゃくちゃ大事なんですよ。どういうことかっていうと、怪我しても OK って思っている人はいないですよね。それもそうだし、これから新技を完成させるぞっていう段階で練習するのに、かけらも怖くない人ってほとんどいないと思うんですよ。ってなったら、環境を整えるっていうのは、その安全な環境で練習できるようにするだけじゃなくって、自分が失敗しても生きて帰ってこれるだろう、これを挑戦しても大丈夫だろうって思えるぐらいまで、基礎、その前段階を高めておくっていうことがものすごい重要になってくるんですよ。基本的には技を繰り返すしかないんですよ。っていうのは、今バク宙とかロンダート宙返りとかをやって、初めて成功した、初めて立てたとするじゃないですか。それで今前の景色が見えたわとか、空中にいる時にこういう景色が見えた、着地の床が見えたわっていう風に記憶が残ってる人ってほとんどいないはずなんですよ。多くの人がやった、今成功したって言って、体をなんとなく動かして、なんとなく着地っていう感じになっているはずで、最初からいろんな景色、いろんな感覚が分かったんだとしたら、それはもう感覚モンスターです。空中感覚のセンスありますっていう話になってきちゃうんですね。側宙とかだったら、それは最初から最後まで床見えてるっていうか、見ながらやるもんだから、それは床見えますけど、ほとんどの技ってそうじゃないはずなんですよ。一瞬視界がこう飛ぶっていうか、わけわかんなくなるはずなんですね。っていうことを踏まえて言うと、まずは出来たてほやほやの時は恐怖心とか残ってて、繰り返し練習するのは怖いかもしれないけど、だからこそ安全な環境とか安全にできる自信のもと何回も繰り返していくんですよ。で、それをやっていくうちにだんだん慣れていくから、そこで初めてようやっと今この瞬間に床見ようかなとか、前見ようかなっていう余裕が出てくるから、そうすると景色とか分かってくるよねっていう、逆を言えば余裕ないのに景色とか感覚を確認する余裕なんかないですよね。いっぱいいっぱいなんだから、そりゃ気がついたら着地みたいな話になっちゃいますよ。で、景色とかが分かるようになったら、自分が一体どこにいるのかっていうのが分かりやすくなるんですよ。で、そうなると当然恐怖心も減ってくるし、例えばそっからひねりたいとか応用技をするときにタイミングの目安になるから、発展させていきやすくなるっていうところにもつながってくるんですよ。なので床が見えるとか景色が分かるっていうのは割とね、後付けのオプション、贅沢品だと思うんですよね。あとは慣れたら景色が見えなくっても怖くなく技を行うことができるんですよ。それは空中感覚が身についてくるっていう話ですね。僕もね、ロン中とかひねりする時とか、床見えたっていうのを認識してから着地できないこととか言ったら、なんとなく着地っていうのは結構あるんですよ。けど僕の場合は宙返りってマジで億単位ぐらいで回ってると思うので、かなり慣れてるんですよ。だからまずは慣れておくことが必要だと。そうすれば景色とか見えなくっても着地しに行く、技をかけるっていうのが怖くなくなるし、着地の床とか景色を見るっていう余裕が出てくるから、床とか景色を見るっていうことで安心材料をゲットするっていうことで恐怖心を減らしていったりとか、まあ、感覚を研ぎ澄ましていくっていうのはいいんじゃないかなって思います。景色とかは見れた方が確実にいいので、なんとなく着地できて怖くないから OK ではなくって、できるだけ景色とかが見えるようにした方がいいと思います。そんな感じで練習していくと景色が見えるようになったりとか、恐怖心が減って練習しやすくなるんじゃないかなって思います。もしよかったら参考にしてみてください。以上、村田でした。バイバイ。